こんにちは。ワン。目がなんか腫れてる。こんにちは。こんにちは。今起きた？うん、もうちょっと前に起きてたんだけど。そう、ちょっと軽くメイクをして。賑やか。そう、ちょっとワンちゃん、ワンちゃんを見せようかなと思って。ちょっとね、ここにいるんですよ、この。ちょっと出そう。出せがすごい。出せオーラが。二人とも泣いてます。ほら今うーって言ってるのがココちゃん。にゃんにゃん。それではちょっと出してみたいと思います。暴れてます。ココ、モモ、モちゃん、これがモモちゃん。わモモちゃんおいで。ココちゃん、わテンションが高い。あ、これがココちゃんです。ココちゃんです。中村ココです。こんにちは。見て、ここ。で、ももちゃん。ももちゃん。おーい。ももちゃん。あ、ももちゃん。ももちゃん。ももちゃんです。うわももちゃんです。ももちゃん。ももちゃんめっちゃ元気なんですよ。ももちゃんです。イエーイ、元気そう。そう、ももちゃんはね、この間ね、手術したんですけど、めっちゃお腹切ってたんですけどね、帰ったらね、切ったお腹に毛が生えてめちゃめちゃ治りが早い。そう、おーい、この人は定位置に。あ、ももちゃん、ももちゃん元気そうでしょ。何歳かな。11歳で合ってる。え、11歳で合ってるよね。だって私が12歳の時に来たワンちゃんなの。ココちゃん、モモ、カメラ反対にしよう。見て、いやあ女の子でしょ。ダメ、 NG です。起き上がってください。もも、もーさん、ももちゃん、ああ、女の子でしょ。ダメ、 NG です。隠して、顔しか私ませんよ。あ、グネグネしないでください。グネグネ NG。 にゃー、起き上が、お二人とも起き上がってください。すいません、やめて。ああ、ダメ、ちょっとダメ、ダメ、これはもうダメです。終わり。もう二人がごねごねし始めなので、服着てない。そうなんです、服嫌がるんですよね。
服は着ないですね、あまり。にゃうにゃうてる。てれてれてれー、来たー、来ました。で、ももちゃんはずっとうねうねしてる。もうもう、そう、定位置、定位置なんです。なんかね、久しぶりにね、ココちゃんにね、なんかお手とかお座りとかね、やってみたんですけどね、一個もねなんかあんまり何もね、聞いてくれなくって。なんか昔はやってくれてたのにね。そうなの、なんでなんだろう、わかんない。ちょっともう一回やってみよう。これ頭、シャンプーシャンプー、頭降りてふわふわふさふさ、お座り、お座り、あ、ほら、もう、もう、もう手下でしょ。あー、ちょっと、あー、あー、お手、お、おかわり、お、お手、お手、おかわり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 、伏せ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 は？伏せは？お、近い。うわーももちゃん攻撃してくる。あー NG です。あーあーあーお化けの手が得意なの、見て。裏飯屋、裏飯屋。わあやめて、二人でゴネゴネするのはね。なんか毛で目が見えん、毛が伸びたね。可愛くない、毛づくろいしてる。いや、おしまい。どうですか、これがうちのワンちゃんたち。仰向け好き、すぐ仰向けになる。仰向け犬、どうしたん、なんか言ってる。もも、もも、もったん、あーやめてー、私の。めっちゃ、え、食欲がえげつなくて、餌をよこせ。いや、ほんとにご飯がもううわーって感じで。そうなの、え、えげつないって言わない？え、えげつないってどういう意味？えげつないって言うよね。いや、もうすごいんですよ。本当にもう、入れたら全部完食絶対するんですけど、もうなんか、食べ過ぎちゃダメだから、なんか、量がね、もう決まってるんですよ。これし、こんだけしかダメみたいな。で、すぐ怒る。食べ物がなくなって。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃん、耳が裏返ってる。食欲めっちゃある。二人とも。散歩一日二回だし、ご飯も一日二回。くしゃみした？そう、昼ご飯は食べません。ね、朝と夜だけだよね。
ん。もーちゃん落ち着いておいで。うわうわちょっと見えん。うわあ転げた。ねえももちゃんちょっと片手しか動かない。ももちゃんここだよ。わっわっちょっともう落ち着かない、落ち着かないんですね。珍しい珍しいこの時間の配信。そうでもちょっと行かないといけなくって、おじいちゃんちおばあちゃんちとかなので、ちょっと短めに配信終わります。まだできたらしたい。そうなの。もうここのももちゃんこうちゃんじいちゃんと配信して、いやめっちゃしたいんだけどね、多分めっちゃバンされるからね。め熟睡できた。めっちゃ寝たんですよ私今日。おはようついてしてないごめん。もうねめっちゃ寝たの。10時ぐらいまで寝て、そうなんか2度寝3度寝とかしてたら10時ぐらいまで寝ちゃったの。何何やねん。椅子に座ってるこれ椅子なの。椅子に座ってた。喋る犬よくいるよね。喋る犬掘らないで掘ったら椅子が掘ってる掘ってる。あここ掘ればワンワンですよ。ここじゃん。ここちゃん。あーねえもう顔だけにしよう。こっちゃん起きてください。ショールームですよ、ショールームですよ。あショールームですよ。はい、お手。あおかわり、おかわりは、あおかわりは、おかわりは、ペロペロしてきたペロペロしてきた。いや考え事してるでしょ今。伏せ伏せは伏せは忘れたの。伏せ伏せは考え事絶対してるねえねえねえ、おもちゃん、うわっ、あもうダメ。もうダメです。今日はずっとゴロンゴロンしてるから。くしゃみした。犬も花粉症なんですかね。中村家元気ですよ。めちゃくちゃ3人とも。お腹すいた。まだご飯食べてないからお腹がすいた。すいたよ。すいたね。
でも花粉症ある？え、花粉飛んでんのかな今日。なんかみんながリオツンって言ってる。どこにいるのリオツン。コメント欄いた？嘘。あ、書いてる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 。うわー、カキ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 。いや、幽霊の手だよー。かわいい。痛くないのかな。すごい切ってたんですよ、お腹。ももちゃん。もう、ここからここら辺ぐらいまで。この、ぶわー。全然痛くなさそう。痛いことにすら気づ、なんか多分手術したことに気づいてないんですね、この人は。愛叫んでる。嘘。え、どこに？コメントが全然読めてなかったわ。リオツンが羨ましがってる。え、ワンちゃん？ワンちゃん？ワンちゃんですか？風がすごい。ガタガタやってます。今日も大好きですって言ってる。かわいい。今日も大好きです。やっとそんなこんな、なんか、そっか、お昼だから、え、日曜日の昼か、学校休みだ。みんなが教えてくれる、温かい。俺も大好き、俺も大好きだよ。みんなが、みんなが便乗したやつって、俺も大好き、俺も大好き。やったね。塗りました。二人とも重たいの、なんか体重。絶対ココちゃん5キロぐらいある。本当に重たいの。本当に本当にぽよぽよで重たいのよ。重たい。5キロならセーフ。え、そう、でもトイプードルなんですよ。多分5キロは大きいし、そんなに身長が高いわけでもなさそう。ぷよぷよなの。あ、お父さんかな。ちょっと待って、ワンちゃんも反応した。あれ、いなかった。すごい、との音。そろそろかな、そろそろかな。海賊だって。知らん人だったらやばい。え、でも田舎あるあるだよ。なんかね、知らん人がね、部屋入ってきたことあるんですよ、一回。お風呂入ってたら。し、なんか誰もいなくて留守だったんですよ。その学生の時に誰もいなくて留守で、私しかいなくて、私がお風呂入ってたんですよ。そしたらなんか、すいませんって言われて、そしたらお風呂のところまで来て、で、なんか、お父さんとお母さんはって言われたから、今いないですよって、あの、お風呂の扉越しに言ったら、そうなんって言って帰ってって。なんか、結構中まで入ってくるんですね、あの、近所の人が。
鍵かけて、そうでもなんか私その鍵をかけない習慣があって家なんでか分かんないけど寝るときはかけるんですけどね。でそしたらなんか日中とかだったら全然入ってくる。そうなんよね。でも今は鍵かけてますよちゃんと。それでなんか鍵かけないの普通じゃないって言われてこのショールームのコメントで、それ以降ちゃんと広島の家では鍵をかけるようになったんですよ常に。日中、うん、日中って言わん、なんかお昼、お昼いいぞ、今かけてる。やめて、何してるの何してるの。イントネーションが違う。え、何、日中、日中じゃない日中え、あのあれよ、お昼間みたいな。知らないおじさんが食卓で一緒にご飯食べてたことがある。それは結構大問題だと思いますけど知ってるんじゃないですか。私はそれはないですね。誰って感じですけどね。むしろもう友達、知り合い。あ、日中らしい。日中、日中来た。ココちゃん、そろそろショールームは終わりですよ。何か言い残したことありますか。どうぞ。皆さん見てくださってありがとうございました。ココでした。ももちゃん、おーい、ももちゃん、来ました。ももちゃんも、うとと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 、舐めちゃやよ。メイクが、メイク食べちゃうよ。よいしょ。ももでした。バイバイ。バイバイ。あれ、ももちゃん、ももでした。ちゃんと広島に帰ってきてね。私帰るよそりゃ。ちょっとお昼の配信は短めですが一旦終わりにしようと思います。顎すっぽり定位置、鼻の穴鼻鼻鼻。受験さんもありがとう。ということで、はい、今日メール送ってないわ。こんな後送るね。ちょっとスクショしといてよ。ちょっと2人、ももちゃんとココちゃんも、あ、ちょっとももちゃん、ももちゃん、ももちゃん、よいしょよいしょ。あ、すごいブレーメンの音楽隊みたいな感じがするももちゃんカメラ目線苦手なんです。カメラ目線してくれない。私が入ったら入らない。じゃーん、ももちゃん、キューの花、キャー、取れた。静かだ。絶対花粉症だよこのワンちゃんね。花粉症だね。モーさん、モーさん終わるよ。
そこ座る？よいしょ。で、あれ？もも？もも？うっと。あっち。あっち見て。はい。あっち見て。あっちか。あっち見て。はい。写真撮りたい。スクショしてもらいたいじゃろ？あー、もう自由、自由、自由犬。よいしょ、捕まえた。はい、チーズ。パシャパシャパシャ。もう二人とも疲れとるやんねえ。分かった、もうやめるね。もうもうね、まいちゃん目線難しい。まいちゃんみたい自由が私。そんな自由、うわっ、ちょっとほんに自由。取れた、取った、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうね。うん、ショールームの終わりたいと思います。男女予防、ゆずきちさん、にしさん、周平さん、リレンさん、ジュノラゴさん、ケンジさん、マクアロンさん、おしめななみん、NM さん、くまねパパさん、リエさん、きくちゃんさん、ヤマケンさん、TM さん、ありがとうございます。あれ、もも？ありがとうございました。ということで、ももちゃん、ほらおいで、最後だよ。あ、ここおいで、ももちゃん。ももちゃん、ここは取り合いになるのでね、ちょっと、よいしょ。よいしょ、ここ、ここちゃん、よいしょ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。よいしょ。ということで、ちょっといろいろしてきます。ありがとうございます、急な配信見てくれて。ありがとう。うわー、